Thank you.
曲が流れていたそうです。そうです、ついてないよなので有名だそうです。はい、いただきました。で次はですね、ちょっと早めの曲でオデオどうもいます。
催者の矢田忠さんに登場していただきまして、一曲テーマ取ってもらいたいと思います。チャーリーパーカーの名曲で、マイクを作ってくれました。言い訳できるようにもう飲んじゃったので、なんですか、言い訳できるように、もうドラマからトランペッターに転身、ドラムを叩いての最近見たことない。そうですね、やってない。では、お聴きくださいませ。前に突入し、thank you.
声がかかるとまずスケジュールが空いていたら絶対に引き受けようと思っております。はい、まだね、平田さん主催のイベントがありましたらどしどしね、ご参加いただきたいと思います。来月もここ決まってますよね。23日でしたっけ、健康日で天皇誕生日、嘘ばっかり言ってますけど、来月のね、23日の休日の日曜日ちゃいますけどね、こちらでお昼で、ライブありますので、よろしければ、ね、来ていただきたいと思います。メンバーは、全然違いますけど、私だけ一緒ですけども、僕のメンバーとやりますので、すいません、お持ちたいと思います。はい、ではですね、残念なお知らせでございます。次の曲で最後でございます。ありがとうございます。It don't mean a thing、スイングしないけどもいいということで最後の感じたいと思います。メンバーは、桃谷亜紀さんの松岡と
ハッピーアワー、ねね、16時までもし待っていただけたらいろいろ半額なんで半額2割引ちょっと詳しく、30% オフドリンクによりますけどね、お得ですよ、ね、1時間こううだうだ粘ってですね我々があと1時間演奏したね、そんな体力結構ね、普段の倍ぐらい疲れますね、ちょっとね、普段ね、やらないことやってますじゃあ次の曲ちょっとね、しっかりと、気合い入れていきたいと思います。 A 列車で行こう、テイク G8 で行きたいんですが、ラッパーの皆さん参加いかがですか。なんか片付けてますねテーマやっとるんで楽器準備していただいて、そうだけど、プロ本気でございます。じゃあやっときます待ってます。じゃあ、テイク G8 で、まあね、できればはい、テイクジェットでお別れしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
違う、はい、判定さんどうもありがとうございました。